依然として水面上強いホーム向かい風が吹いていますが、その分上空は澄んだ青空が広がっている2ボートレース場です。続いては8レース予選です。1号艇大江純、2号艇中野夢と、3号艇井口義則、4号艇花本夏樹、5号艇南雄介、6号艇星野太郎です。インは1号艇大江が向かっています。2コースは2号艇中野夢とが入って、そして3コース3号艇井口義則、昨日は道中猛烈な追い上げ見せまして同着の3着勝ち取っています。4号艇花本が4コース、5コースは5号艇南雄介、今日前半差して2着に入っています。6コース6号艇星野が向かいました。カードは4号艇花本夏樹、3対3定番順です。このレースは3号艇井口が人気の中心です。3連単では3、1、5が唯一10倍切って1番人気になっています。周回数このレースも2周となっています。第8レース予選競争です。スタートまではまもなく残りは10秒です。内側から1番、2番、3番ダッシュは4番、5番、6番です。スタートしました。3コース3号艇井口、5号艇南コースタート、1マーク、それでも1号艇大江が先制。3号艇井口はまくり出しを狙ったんですが行き場がありませんでした。切り込んできたのは2号艇中野、外を待っていったのは4号艇花本、最内から6号艇星野も続きますが、後方では1艇1号艇大江が転覆しています。なおスタートは正常でした。第2ターンマーク6号艇星野がクリア、内をつくのは2号艇中野、この内側から4号艇花本が続きます。なお1周1マークは1号艇大江が転覆のため失格になっています。先頭争いですが、内2号艇中野、外6号艇星野が並んでスリットを通過、3番手4号艇花本で5艇が最終周回です。2周1マーク、ここは内側から2号艇中野夢とが先に回ります。2番手6号艇星野太郎で、3番手4号艇花本夏樹、上位は2番、6番、4番となって、4番手が5号艇南、最後方3号艇井口の順です。3連単2、6、4はどうやらかなりの高配当決着になりそうです。オーズの方は1774倍検討です。ラスターマーからホーム直線、2番、6番、4番でゴールです。先頭2番中野五輪、6番星野が五輪、4番花本五輪、5番南ラスト、3番井口が五輪、なお1番大江転覆失格です。